ローレンス・ハーベイとフランク・シナトラ、影なき狙撃者は、1962年のアメリカ合衆国のサイコスリラー映画。監督は、ジョン・フランケンハイマー。出演は、フランク・シナトラ、ローレンス・ハーベイ、ジャネット・リーなど。原作は、1959年に発表された、リチャード・コンドンの同名小説であり、ジョージ・アクセルロッドが映画用に脚色した。朝鮮戦争の米軍の英雄が、実は、東側の手で暗殺者に洗脳されており、無意識下で殺人を重ね、大統領候補まで標的にするが、それを元上官が食い止めようとするという、東西冷戦を背景にした政治サスペンス映画。キューバ危機の最中に公開された。1988年のリバイバル上映時には、失われた時を求めてに解体された。2004年、クライシス・オブ・アメリカのタイトルでリメイクされた。ベネット・マーコ大尉率いるアメリカの小隊は、朝鮮戦争で中国人民志願軍の捕虜になる。部隊を救ったレイモンド・ショー二等軍曹は帰国後、英雄として称えられた。しかし、捕虜にされている間に、小隊は中国軍を後援するソ連軍のジルコフらによる、洗脳の実験台とされ、レイモンドはトランプでソリティアをするように促され、クイーンのカードを見ると言いなりになるように洗脳されていた。レイモンドの母親、アイスリン夫人は、彼女の再婚相手のアイスリン上院議員を次期大統領にするべく画策していた。レイモンドは出生前、アイスリン議員と対立するジョーダン議員の娘のジョスリンと恋に落ちたが、アイスリン夫人に仲を引き裂かれていた。二人は再会後、結婚する。しかし、アイスリン夫人はレイモンドにソリティアを勧め、催眠状態になったレイモンドに、性的のジョーダン議員を暗殺するように命令する。ジョーダン議員を射殺したレイモンドは、無意識のまま、その場に居合わせた神父のジョスリンをも殺害する。レイモンドや、戦友の行動を不審に感じたマーコは、恋人のユジェニー・ローズの助けも借りて、レイモンドが洗脳にかかっていることを突き止める。マーコから真実を告げられ、洗脳が解けたレイモンドは自分の母親から殺人を命令されていたことを知る。レイモンドの洗脳が解けたことを知らないアイスリン夫人は、レイモンドにクイーンを見せ、副大統領候補に選ばれた夫が大統領候補に繰り上がるよう、党大会で次期大統領候補を暗殺するように命令する。当日、レイモンドは大統領候補の代わりにアイスリン上院議員とアイスリン夫人を撃ち抜く。その直後にレイモンドは自殺し、映画は幕を閉じる。括弧内は日本語吹き替え公開当時はジャーナリストのエドワード・ハンターらによって朝鮮戦争での中国共産党の洗脳は米国内で広く認知されていたが、左派を攻撃していた保守派が実は共産党のスパイであるという荒唐無稽な設定から酷評された。しかし、翌年にはケネディ大統領暗殺事件が起き、時代を先取りしたとも言われた。1994年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。Rotten Tomatoesによれば、批評家の一致した見解は、風刺と政治スリラーが融合した古典的な作品で、当時は、不快なほど先見性があった影なき狙撃者は今日でも悲惨なほど現実の問題に直結するものであり続けている。であり、60件の評論のうち高評価は 97% に当たる58件で平均点は10点満点中 8.70 点となっている。メタクレティックによれば20件の評論のうち高評価は19件、賛否混在は1件、低評価はなく、平均点は100点満点中94点となっている。ありがとうございます。